おはこんばんにちは、ダリルです。今回もスパイダーマンやっていきましょう。今回も2018年の5年前のゲーム、今更やって感動しております。で、おなじみゲーミングヘッドセットは、音響のシド001でやっていきます。で、ちなみに、ゲーミングヘッドセットロジクールの G プロ X のゲーミングダック、ゲーミングサウンドカードを使っております。ではやっていきましょう。なんかすぐ後ろでハンザー怒ってるのは、行くか、デーモン対セーブル。なあ、今から メインミッション行きたかったんだけど。ターゲットの鳩を捕捉。あいつらは嫌い。あ、行っちゃう。鳩もおるんか近く。まあ、鳩の前に先。鳩すら捕まえられないのかよ。どうも、あいつらは好きじゃないけど、君たちはもっと嫌い。逃げないで、怖くないから。めっちゃおるやん。やばいやばいやばい。全部倒した？倒したな。全部倒しましたと。ハイダードローン、これ俺好きすぎるからな。俺なに、これ近くになんかハト飛んでなかった？なんかハトがどうのこうの言うとったよな。お礼なし？ハワードのハトだ。どこ捕まえないと。どこ？あ、これか。ハト捕まえるよ。私ハト捕まえるの上手になってきたから。うわー、なかなか追いつかへんな。よし捕まえた。よし捕まえた。だいぶ移動したぞ。あ、もうすぐ近くにもハトおる。このハトも行こう。もうついでやからハト行きましょう。もうハト嫌いですけど。これか、ここか。スパイダーマン、賑やかになったぞ。ローザが家族の元に飛んで戻ってきたんだ。よかった。本当に大事にしてるんだね。お、ハードか。努力はしてる。サンドラに比べたらまだまだだよ。サンドラ？ああ、私の妻だ。サンドラと鳥たちによろしく伝えといて。ああ、そうだな。そうするよ、スパイダーマン。ありがとう。また見つけてくれよ。おお、今追いかけてるわ。もう一匹。あと40メートル。捕まえた。やった。OK。オッケー、俺も捕まえんの上手なったな。上手なったな。ということでクリニッチへ行こう。別にいいよね。こちらセーブル本部、ハルストン北部の状況を報告せよ。本部、あ、まだ犯罪が。ここか。訪れるたびに
皆が英雄ジェファーソン・デイビスを称え、どこよ、そこか、嘆き悲しむことだろう。ここの上か。だが二度とこんな悲劇を起こしてはならない。私は何でもかんでもスパイダーマンのせいにすると言われてきたが、これだけは言える。この屋上のやつら強いからな。ほら、ほらほらほら、めっちゃ強いねん。やばい、死ぬ、やばい、死ぬ。やばい、死ぬって。もうこいつ倒されへんやんけ、鬱陶しいわ。行こうか。倒した？仕事を肩代わりしたけど、お礼はいらないよ。ダイエットになったし。レーモン対セーブル屋上。厳しいわ、もうめっちゃ厳しい、あの屋上のやつら、つえー。よし、やっとメインミッションいけるわ。途中に鳩も飛んでるし。よし、着いた。こちらセーブル本部、ボスにチェルシー拠点の状況を報告せよ。もう行く、もう行くで。もう行くで。何回ねんな、ここが。着替えのね、えらい時間かかるもんな。ピーター、ピーターパーカー。さあ再出発。いや、ピーター、すぐに行くよ。うわ、新しい機材だらけ。ちょっとその前にこれ見てみよう。あ、もう見られへん今、イベントやから。こっちか。この機材どうしたんですか。いろんな人に土下座してね、金を借りた。また一からやり直すんだよ。だが今回は成功させてみせる。初めての志願被験者、テキシドール伍長。腕を失ったけど、もう一度娘さんを抱きしめたいって。なるほど、それで義足じゃないわ、義腕を作っとったんやな。そういう研究をしてんねんな。これかこの腕か。これを一人で。まだ始めたばかりだ。実はあれから人工装具のあり方を考え直してみたんだ。体をただ元に戻すのではなく、前よりいい状態にすればいい。よし、これでうまくいくはずだ。いいかね。どうした？平気ですか？どうした？くそ！すべてノーマンのせいだ！奴のせいで！市長か、ノーマンって。
博士の一票を失ったのは確実。すみません、つい空気を読まずに趣味の悪いジョークを。今のはなかなか笑えたよ。私こそちょっと大げさすぎたな。いえ、気にせずに。あ、博士は休んで、僕が片付けと次のテストの準備をしておきます。聞いてもいいですか？市長と昔何があったんです？大学でラボのパートナーだったんだ。意気投合してね、一緒に会社を始めた。世界を変えてやるぞってね。だが違う世界を夢見てたんだよ。え、創立メンバーだったんですか？オズコープと呼ばれるのには訳がある。大学院で私たちはオーズと呼ばれてた。それにコープをつけただけ。覚えやすいだろ。なぜ辞めたんです？ノーマンは遺伝学に執着するようになった。私の倫理に反するプロジェクトを立ち上げ、しかもそれがとにかく裁判沙汰になって、示談と引き換えに会社を去ったんだよ。その金もすぐに底をついて、以来助成金頼みだ。このプロジェクトが失敗したら必ず成功します。これ直してきますね。コーヒーを入れてくるよ。業務スーパーのコーヒーゼリー美味しいで。練乳で食べたら。制御装置の診断を忘れずに頼むよ。ショートしたからな。いや俺もパズルはやらへんで、 R1 でスキップするで悪いけど、もうここに時間をかけたくない。はい、成功。いや、今度は君がやってみなさい。難しそうやけどな。うまくいった。次は神経インターフェース。博士一人でやるなんて無理ですよ。本気ですか？今日の大失敗を考えると無理だな。僕ならまだフリーですよ。肌働きだぞ。分かってます、そのことは気にしないで。世界を変えるんですよ。小銭なんてどうでもいい。共に世界を変えよう。いい助手やピーター・パーカーは。ラボで、もう終わりか今ので。そろそろ行かないと、後でまた来ます。大丈夫、仕事は逃げたりしない。はい、今お着替え中です。このお着替え時間が長いです。再出発クリア。あ、今ので終わり？経験値3000ももらえるの？あれだけでレベル上がるじゃん。はい、上がりました。ありがとうございます。電話に出られ、ちょっと待って、 MJ から電話かかってきたけど、なんかまたつけれるぞ。ダメージを受けるとガジェットの使用回数が回復する。おー、これいいな。体電を飯、プラズマ放出飯がスーツ表面に停電され、触れた敵にショックを与える。いろんなんがあんねんな。フォーカスの蓄積速度を上げる。これな、解放したいんだけどな。チャレンジトークンっていうのがな、手に入らへんからな。まあ仕方がねえわな。ガジェットレベル上げれる。インパクトウェブ、インパクトウェブでノックバックした後に触れた敵もウェブにまみれ、ウェブまみれになる。あー、これチャレンジトークンがないやん。4つもいるやん。無理やん、1個もないのに。次これ新しいやつ、
敵を仕掛けて短時間空中に留める。へえ。あ、でもこれもチャレンジトークンがいる。あ、これもチャレンジトークンがいる。チャレンジトークンっていうのがどこで手に入んの。あ、これレベル上げれる。あ、これもチャレンジトークンいる。あかんやん、あかんやん。もう結局チャレンジトークン待ちやん。チャレンジトークンってどこで手に入んの。その前に スキルになったからこれ解放しよう。バンガーバスタースイングキックでシールドを持った敵を倒せるようになる。よしよしよし。次これな、エラーチャーで近くにいる敵をノックボックし、再使用までの時間も短くする。よしよしよし。ごめん、夕飯食べるよね。夕飯？ああ、そっか、他の用事で電話したんだけど、夕飯の時に話そう。僕が作るってことでいいんだよね。本気で？まあ、チャレンジさせてあげる。スーパーでちょっと買い物して、家に着いたら連絡するね。オッケー、またね。バックパッカーもう全部取ったもんな。リソース、リソース、リソース、これや。これでほら、チャレンジをクリアしてチャレンジトークゲートしよう。ストーリープレイしてアンロック。あー、まだだから、まだ早いってことね。まだストーリーがそこまで進んでないってことね。へえ。リサーチトークももう34個も取ってるやん俺。頑張ってるなぁ、頑張ってるなぁ。で、次の次は今ここやろ。いや、この辺下の方は全部制覇してるなあ。あ、ここの猫ちゃんが、まあここの猫ちゃんは取りに行くのもめんどくさいな。今日は上の方の鳩とか猫とか、あとはデーモンの倉庫ぐらいかっていう感じかな。ちょっと今から、よし、腕の見せ所。あの様子だとハードルは低そう。電話来るまでお助けマンしてこよっと。あっちを捜索して装備とアビリティをアップグレード。え？え？待ち、今待ち時間発生。じゃあ電話かかってくるまで、ほな俺この猫ちゃん行くわ。もうこの猫ちゃんマップの下から制覇していくわ。ファストトラベル長いわ、このファストトラベル。パッといけんもんかね、パッと。ここね。じゃあ猫ちゃん行くよ。猫ちゃん見つけに行くよ。あー、しまった、スパイダーブラザー使ってしまった。もったいない。うるさいの来た、うるさいの。逃げられた。どうして戻ってきたんだって思ってるの。真面目な生き方ってつまんないでしょ。私の目標は5000万よ。キリのいい数字ってとっても好き。どの辺におるやろな、猫ちゃん。言いそうなとこが分からへんな、今回全く。まあ、アップして適当に動かしとこう。キラーンって光ったり、コントローラーがブルブルってなるからな。コントローラー、あ、ブルブルってなった。あ、ほら、あった、ここや。あった。でも達成前に私を捕まえられたら諦めて真っ当に生きてもいいわよ。私の将来はあなたにかかってるの。張り込みクリア。はい、猫ちゃん終わり。もうこの辺は行くとこないマップ。このは、ここの鳩と猫ちゃんとリサーチトークンと、まあ行けたらこのデーモンの倉庫あたりまで行きますか。ファストトラベルして、もうこのファストトラベルしてる時間めっちゃ長いよな、こればっかりや。電車に乗って、
はい、猫ちゃんから行きます。ここや。はい、着きました。あれ、あれ、ここじゃないの。何、猫に逃げられたってこと。そんなことあるん。まあいいわ、犯罪があるから、先犯罪行こう。車追いかけるやつか。車に爆弾を仕掛けてる。あいつらを止めなきゃ。ねえ君たち、ウインカー出さないの。減点食らっちゃうよ。はい、はい、車を止めて後ろの爆弾、後ろの爆弾。まだ来るわけ？一度に相手できるほど僕器用じゃないんだけど。おっと危ない。やべえ、こいつ強え。うわ強え、こいつ。うわ、ガジェット効かへん。よし、テーモのソードも2ケージ分のフォーカスを貯めてからフィニッシュを。うわ、やばいって。一回逃げよう。探してるな、あいつ。やばー、あいつスパイダーブラザー使おう。あー死ぬ。っていうか死んだ。やばい、こいつ強い。あー、なんか買い取ったな。フォーカスを数ゲージ分貯めてみたいな書いとったな。普通の攻撃じゃ倒されんのかな。 MJ、 お待たせ、買い物終わったよ。お、何作ってくれるか楽しみ。感動させるよ、今から行く。やられた、あいつめっちゃ強い。ボスやん、ボス。あんな強いやつおるんやな。はい、目標達成間近か。急いで解決しないとまずい。このエリアは金持ちだらけ、獲物も狙い放題。さあブルブルしてもらおうか、コントローラーにブルブル。お、もう見えてるやん。いたいた。あれ、どこ。ここか。よく知ってる場所を狙ってるはず。捕まえる方法思いついちゃったかも。張り込みクリア、次この鳩行って。鳩見っけ。追いかけっこ開始。急
興味深い情報を入手した。ライノって名の野蛮な獣は覚えてるかな。どうやら昨夜ラフトの独房から逃げ出そうとしたって話だ。どうやってかって、それは神のみぞ知るだが、奴はもっと厳重な独房に移されたってことだ。私は厳重警備の刑務所のことはよく知らんが、そもそも最高の警備体制を敷いてるって話じゃなかったか。いいか、奴は破壊不能の角を持った300キロの化け物だぞ。もっと厳重な独房があるってんなら鼻からいるときゃいいって話だろう。もうすぐ、よし、あ、捕まえた思った。うわうわ、今捕まえた思ったのに、こっちやな。今猫ちゃん見えたぞ。あれ30メートルぐらいも行かなあかんねん。ほら、もうちょっと、うわ逃げられそう。よし、捕まえた。うう、先回りせなあかんな。やっぱり動く方向、右行くんやったらもう右の方に最短距離で移動して。おお、よかった。デーモンの倉庫もついでに潰しとくか、こんな近くなるんやったら。でも倉庫行くんやったらな、あれやから、さっきリサーチトークン行くか。ここの、もうここまで来たんだ。猫ちゃんも行くか、ついでに。はい、着いたよ。フェリシアは一歩先を行ってる。だったらそれを逆手に取ろう。彼女がはしごした場所を分析すれば出発地点を絞り込めるはず。ブルブルしろ、コントローラーブルブルしろ。あ、ブルブルした今。こんなとこか。ここは出遅れちゃったけど、あといくつか場所を割り出せたら絶対。よし、フィスクの倉庫じゃねえわ。デーモンが仕留められるはず。ちょっと待って、デーモンの倉庫行く前にさっきリサーチトークン行かして。ここの上か。ヤードの状況は、装甲車オスカーが避難、デーモンだ。ちょっと犯罪は無視。ガニメデ海洋リサーチステーションがこんなところにあるのは変な感じだろうけど、ここは川はよく見渡せるんだ。生態系に異常が見られたら空中散布で簡単に対処することができる。システムがオンラインになりさえすればだけど。スタート。結局何をするんや。わ、夜か、夜になるか。夜のニューヨーク美しい。やあピーター、ここで海洋生物の健康をモニタリングしてるんだ。万一のために大量の薬品も用意してある。海洋生物が苦しんでるあの病気は、とにかくどんな生き物もあんな苦痛を味わうべきじゃない。最近に感染してる魚がいるみたいだ。魚？みんなの食卓に出される前に何とかしないと。水俣病になるぞ。ダボで見つけた抗菌スプレーで魚を治療できるはず。水に振りかけるだけ。魚のワクチン接種。感染する。それじゃあまずは港へ。魚を救えってか。樽の中のものが原因ってとこかな。水から出さなきゃ。まずこっちから。こうか。
なるほど、こうやって出すわけだ。侵害なる軍人、ゴミ捨て魔。樽の方がギャングより全然賢いかも。なるほど、こうやってね。なるほど、なるほど、こういう感じでいくわけね。そんじゃお次はスプレー巻かなきゃね。はい、終わったよ。L1 でワクチンを散布する。どこに？あ、このこのエリアにね。広範囲に撒けば潮が遠くまで運んでくれるはず。なるほど、こういう風にスプレーを撒けばいいんか、この辺で。そこら中に撒かないと。はい、次こっち、この辺で。魚同士で広げるはず。はい、オッケー。ありがとう魚さん。さすがに沖にはスイングできないからね。潮の流れからすると他の場所にも撒かないと。あっちか。かっこええな、スパイダーマンの移動は。春だ、絶対バクテリアの住処。片付けよう。樽って最高。僕を撃ってこないし。よし。やっぱり樽にジョーク言っても笑ってくれないよね。このもう移動が楽しいゲームなんで、ほんまにほんまに移動が楽しい。この移動が楽しい。これをこう自由に自在にできるようになったらほんま楽しい。プレイ。お魚さんたち栄養たっぷりだよ。魚は海にいるのが一番。今頃スパイダーマンが水を汚染って、誰かがジェイムソンに電話してそう。右下のマップを見ながら。さてと、そうだったね。お魚さんたちをスキャンできる場所に行って治ったか確認してみないと。おい、ここや。 R3 で魚をスキャン。海も綺麗。普通の港と比べればだけど、疫病も未然に防げたし、これでオズコープもステーションが便利だって認めるはず。よく考えるな、こんないろんなことを。よし、どうした急に。あ、終わりってことね。よかったよかった。ディナーでデート行く前に、ここ線、ここちょっと懲らしめてくるわ。あー、スパイダードローンまだ回復してないな。これどうやって回復すんの。ステルスで行きたいな、できるだけ。
どうも、バトルがいい？お話がいい？それともバーベキュー？あ、もうバレた。ふう、寒くなってきた。中入ろ。それじゃあ早速。うわ、あんなとこでスパイダーブラザー使うべきではなかったか。MJ、 2番目の場所に来たよ。デーモンたち普通に仮面つけたまま歩き回ってるんだけど、スタッフミーティングで混乱しないのかな。そっちが邪魔してる間、やつらがそこで何してるか調べておく。上のおるやつから出さなきゃ。お、スパイダーブラザー使える。危ない危ない。中国語やな。ちょっと待てよ、ステルスで3、あと2人倒したいねんけど、みんな固まってるやん。おねんねしてな。僕のこと気づかなかった。あーねえ、君たち二軍チーム？ってこと？そっか、ちょうどよかった。飽きてたとこだし。ピーター、その場所は特注家具メーカーってことになってるみたい。見る限り違法武器メーカーって感じ。しかも驚くことに特注って感じでもなさそう。トレンディーな暗殺者が聞いたらがっかりするかな。エレクトリックウェブでビリビリ。別に君たちのこと嫌いってわけじゃないんだけど、待てよ、やっぱ君たちのこと大嫌いかも。よし、フィニッシュ。まだ来るか。お、スパイダーブラザー使える。
くらえ。くらえ。なに、ここ。変なとこ入ってもった。暑い。暑い。クーラーつけなあかん。暑いわもう。危ない危ない。うわ危ない。死ぬって上乗ったんか。危ない死ぬって。こいつに殺されかけた。危ない危ない危ない。倒した？やった！危ない。今さっきのやつ死にかけた。汗が一気に浮き出た。あっぶねえ。怖え。MJ、通報して。ここは確保したよ。いけた。銃の流通を減らせれば大勝利。よっしゃー。ふう。よかったよかった。怖いなあれ。ピカピカピカって光ったらやっぱり丸ボタンで回避しないと。あれ直撃したら一気に死にそうなる。ふう、これで大体この辺は全部制覇したな。あとはこのハト2匹でもうこの辺は完全に制覇か。あ、猫ちゃんもおるし、リサーチトークンもあるな。結構行かなあかんとか多い。まあハト制覇するか。俺最近ハト捕まえるのうまいし。なんか動くの遅ない？大丈夫？ハワードの鳩だ。逃げないで頼むよ。あの鳩僕より町に詳しいな。よし、捕まえた。捕まえた。次こっちのハト行くで。実験兵器を狙ってるのか。私が行かれたカルトならそうするな。だがこれは誰の入れ知恵だ。空飛ぶスーツとかテクトニクスガントレットとか巨大なサソリの尻尾みたいな危険な実験技術を使うサイコどもと戦うことでキャリアを築いた奴がいたよな。待て、ストップ。名前は言うなよ。吐いちまうからな。うわ、こんな上からスタート。ここのおねハト。ターゲットのハトを捕捉。逃げないで。うわ、80m。ちょっと。よし、捕まえた。オッケー。あとオッケー。よし、このリサ
このリサーチトークも行く。おし、レベル25、26。スパイダーマン、助かったよ。バネッサがロフトに戻った。バネッサってのは今捕まえたあれですか、鳩の名前ですか。よし、レベル上がった。なんか新しいのスーツも。ごめんなさいね、チャレンジトークン手に入ってないから無理ですわ。いい名前だね。サンドラも喜んでる？ああ、実はもうこの世にいないんだ。嘘。ガンでな。ハワード、そうか、ごめん。ああ、いいんだよ。人生くよくよしてちゃダメだってな。ガンと診断されてあいつが言った言葉だ。時々自分に言い聞かせてるんだよ。また探してくれ。どうしても残りの鳥たちを見つけてやりたくて。感謝してるよ。おー、危ねえ。急降下、おストック間違えたらえらいとこ急降下するな。本部より地上ユニットへ。シアター地区の最新状況を報告せよ。交通規制地点。はい、犯罪無視してさっきこっち行きます。アルタイル、タイムズスクエアの新しい省エネ LED 看板を設置したところ、すごく綺麗だけどこれがめちゃくちゃ複雑。定期的にメンテナンスしていれば正常に動作するけど、オズコープは利益を出さないくものは管理しないことで有名だからな。スタート。お、またこれは何、夜に。夜にするんかい。まずは省エネの LED 看板をこのエリア全域に設置したんだ。動作はここでモニタリングしてる。費用を節約できればプロジェクトを存続できるだろうし。ありがち。オズコープが使用を無視して看板の電圧を上げたんだろうな。このままじゃ看板が爆発して怪我人が出るかも。そうなったらステーションもおしまい。え、電気使いすぎたこと。エレクトリックウェブでショックを与えればスクリーンがシャットダウンするはず。あんまり時間がないな。なるほど、エレクトリックウェブってこれやな。なるほど。こういうことで時間がないってことね。スクリーン一つ一つに当てなきゃ。いつか僕も看板に乗るかな。悪党って書かれてないやつね。悪趣味すぎて見てるだけで死にそう。え、これ全部なんてなあかんの。悪いね。一つでも故障したらまずいことになる。無理、失敗した。 LED が爆発した。時間内に再起動しないと。めちゃむずいやんこれ。 LED 照明っていうか、あの看板に全部当てなあかんねや。あー、これ難しいやつや。エレクトリックウェブでショックを与えればスクリーンがシャットダウンするはず。あんまり時間がないな。いつか僕も看板に乗るかな。悪党って書かれてないやつね。ここターゲット狙い放題。どんどん行かなか。やっぱり爆発させた方が良かったかな。うわ、めっちゃ多いやんここ看板。
悪趣味すぎて見てるだけで死にそう。むずい。あ、どこでもいいやん、看板の。それやったらめっちゃ楽やな。スクリーン一つ一つに当てなきゃ。あと2個。手書きの看板って味があったのにな。あと1個、あと1個、あ、こうか。これで終わりや。食らえ。オッケー。解決。これで看板も調整できるはず。お金も節約できるし、オズコープにとっても万々歳だよね。看板のどこに当ててもよかったんや。よし、クリアしましたよ。よかった、クリアできた。一回失敗したとき、こんなんもう無理やんと思ったけど、看板のどこに当ててもいいんやったら全然簡単にいけるわ。あれ、次これ行こうか。もう近くまで来てるしな。犯罪がある。これはもう犯罪先していかなあかんでしょ。ここの上か。やっぱりそうや。でも出した。ロケットで攻撃するよりもっとマシな生き方があるんじゃない。よかった、オッケーオッケー。さっさと行けと。まあスパイダーブラザー使ってるからな、あれ使ったらそれは簡単に行けるよねって話。あれ、ごめん間違えた、こっちや。よし、全部隊へ。仮面の集団が市内のバスを掌握との情報。まだ犯罪ですか。よし、でもちょっと気が疲れたんで、ここで一回休憩します。ということで今回の動画はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。このチャンネルでは最低でも月に 2,3 回は何かしらアップしていく予定です。ゲーム実況だけでなく好きなものの紹介やレビュー、さらにはお得情報やおすすめ情報も発信しつつ、気が向いたら歌を歌ったりもします。